大谷翔平の防ゼロ、防ゼロに匹敵する位置、100がマイナーで達成される。ドジャース、大谷翔平が前人未到の大記録防ゼロに迫っているが、16試合を残して3本塁打、2盗塁と現実味を帯びている。大谷のカウントダウン状況を連日報じているが、マイナーリーグで誕生した100の回記録にも注目が集まっている。レイズのマイナーリーガーチャンドラー・シンプソン23が 2A の試合で100盗塁目を決めた後、さらに2つの盗塁に成功。今季はマイナー A プラス 2A で計107試合に出場し、102盗塁まで伸ばした。マイナーの直近20シーズンで100盗塁を記録したのは12年ぶり3人目の快挙。シンプソンは1週間大きなプレッシャーがかかっていた、ほっとしているが最高の気分ですと喜んだ。大きなプレッシャーがかかっていた、解放されてよかったな。一応10にしよう。普通に100通りすごいでやろ。合計したらどっちも100だけど価値は違いすぎるだろ。てかマイナーって100試合とかで100通りしたやつ3人もいるんか。もうバッテリーも盗塁とか気にしてないんじゃね。キャッチャーがしょぼいからそこそこ足が速いと絶対にさせないんだろう。ほぼほぼ1試合で1盗塁だろ。毎試合1出塁ってだけでも結構すごくないか。シンプソン打率356、1本塁打29打点、102盗塁、出塁率412、OPS 812、メジャー上がってきそうやね。メジャーで100盗塁は見てみたいよね。長打が主流に昨年メスを入れた MLB が見たい一つの形だと思うし。マイナーは試合数少ないのにすごいな。打率も非常に良いから、期待のプロスペクトだね。2012年の155盗塁はやばい。リリー・ハミルトンやね。メジャーでも4年連続で60近くの盗塁してたけど、だんだん出番なくなってたな。管理人のつぶやき。日本でシーズン106盗塁を記録した福本豊さんが盗塁のコツを聞かれた時に、塁に出ることって答えたのは有名な話ですよね。盗塁は走力がフォーカスされますが、出塁しないと話にならないですもんね。元中日の荒木さんの話だと、特にフォアボールで出塁した時には 100% 自分の力で作った出塁じゃないから儲けもんだと思って走っていたらしいです。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。